皆さん、こんにちは。今回は山本由伸選手についてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。かつて、オリックス・バファローズに所属され、現在、ロサンゼルス・ドジャースに所属しているプロ野球選手の山本由伸選手。そんな山本由伸選手ですが、どうやら韓国人ではないかという真偽不明な噂があるそうです。そこで今回は山本由伸選手のことについていろいろと調べてみました。さて、先ほど取り上げた噂ですが、結論から言うと山本由伸選手は韓国人ではなく生粋の日本人です。ではどうして韓国人ではないかという噂が出たのでしょうか。何でも韓国メディアが山本由伸選手と韓国人野球選手のイ・ジョンフ選手が同い年で共にメジャーを目指しているとのことから、日本のエースと韓国の天才がそっくりだと報道したそうです。それがきっかけで噂が広まったのではないかと考えられます。ただ、そのようなことで過今、黒人説が流れるというのも少し変な感じがしますが、きっかけはそのような小さなことからでした。山本由伸選手の出身地は岡山県備前市ということが分かりました。中学生まで地元で過ごされたそうです。山本由伸選手の実家の場所は岡山県備前市伊部地区と言われています。山本由伸選手の実家の隣の家は同じオリックスに所属する頓宮裕真さんの実家ということも話題になりました。小さい頃から同じ少年野球チームに所属し、以前まで同じチームで野球をしているという切っても切れない縁がすごいと話題になりました。しかもとても仲が良いようです。山本由伸選手の実家の家族構成は父、母、姉の4人家族ということが分かりました。父親は山本忠信さんといいます。岡山県中区にある県立東岡山工業高校の野球部 OB だそうです。山本由伸選手が小学生の時から所属していた少年野球チーム伊部パワフルズではコーチを務めていました。お父さんの英才教育もあって野球一色の少年時代を過ごされたのでしょう。母親は山本由美さんといいます。お名前は分かりましたが、一般の方なので詳しいプロフィールは公表されていませんでした。また山本由伸選手には姉が一人いることが分かりましたが、一般の方なので詳しいことは不明です。前述の通り、岡山県備前市出身の山本由伸選手は小学生時代、地元の少年野球チーム伊部パワフルズに所属していました。備前中学校の3年生の時に東岡山ボーイズでセカンド兼投手として全国大会に出場しています。高校はスカウトを受けて宮崎県の都城高等学校に進学しました。野球に専念するために地元を離れ寮生活をされたようです。高校1年生の時の投球練習が監督の目に留まり、投手として本格的なトレーニングを始めたそうです。そこから投手としての才能をめきめきと発揮していきます。残念ながら甲子園出場はありませんでしたが、九州では山本由伸選手は九州四天王の一人として有名になります。2016年に4位指名でオリックス・バファローズに入団し、プロの道を進むことになりました。さて、ドジャース山本由伸選手と戦ったじゃんけんが忘れられない。そう語るのはオリックス宇田川優希投手で、昨年に開かれた WBC 慰労会を思い出すそうです。参加メンバーは由伸、総一郎、山崎、僕、阪神の湯浅、今日おのれでしたと笑顔で明かします。宇田川選手には食事前から作戦があったそうです。僕は勝手に由伸のおごりだと思って美味しそうなお肉をバンバン頼んだんです。わら。店員も驚くほどのペースで注文し、お腹を満たした後、まさかの決戦が始まりました。最後、考えてもなかった展開だったんですけど、由伸と総一郎と僕の同級生で男気じゃんけんになったんですと語ります。予想外の円陣でニコニコの戦いが始まりました。男気じゃんけんは勝者が敗者となる不思議な展開なのだそうです。宇田川選手は思ってもいない展開で僕が勝ってしまって
僕のおごりでした、と優しく唇を噛んで述べていました。お会計をする際に伝票を見ると、うわ、こうってなりましたね、わら、とちょっぴり後悔したそうですが、楽しい時間を過ごせたのでごくりと飲み込んだそうです。隣にいた山崎総一郎さんからは、ほぼお前が頼んでいたから当たり前やろ、とツッコミも受けたそうです。オリックス投手陣の1998年生まれ、小ギタ世代は仲がいいそうです。2022年は大逆転優勝が決まる前日、仙台で食事会を開いていました。ご飯を食べているのに気になってしまって、いきなり中継をつけて西武とソフトバンクの試合を4人で見ていました。試合結果が確定すると翌日に向けて気合を注入したそうです。昨オフに海を渡った山本由伸選手については、めちゃくちゃツンデレですね、だけど最終的にはめちゃくちゃ優しいです、と田川選手は照れながら評しました。僕が先頭打者に四球を出して少し落ち込んでいる翌日とかに、ストライクの入れ方教えてあげようかっていきなり言ってきます。でもそれが嬉しい一言なんです。由伸は絶対に慰めては来ないですね。真剣に野球の話がしたくて本気で聞いても、お前とは野球の話はしたくないというタイプなので、と語ります。山本由伸選手ですが、結婚しておらず独身です。そんな山本由伸選手の彼女の噂があるそうですが、その方はモデルの野崎萌香さんです。山本由伸選手と野崎萌香さんは2021年7月の夜にイタリアンレストランで野崎さんと友人と3人でディナーを楽しんでいた姿をスクープされています。さらにスクープ内容によれば、移動中は野崎萌香さんは山本由伸選手に寄り添い、野崎さんの友人は2人と一歩離れた距離を保っていたそうです。そして野崎萌香さんは山本由伸選手にプレゼントをあげたとされています。レストランに居合わせた客曰く、会話は主に女性たちがリードしていて、個室からは笑い声が聞こえてきたそうです。お酒もかなり進んでいたのか、トイレに立った山本由伸選手の顔はかなり赤らんでいたといいます。山本由伸選手と野崎萌香さんのご関係とご指摘の行動につきましては、プライバシーに関することであり、ご回答は差し控えさせていただきますと公式に発表がありました。さらに2021年7月27日の同記事にて、山本由伸選手と野崎萌香さんとの馴れ初めについては次のように書かれてあったそうです。野崎さんの知人曰く、2、3年前に共通の友達の紹介で知り合い、その後友人グループで少しずつ会っていたといいます。山本由伸選手が東京に来た時には毎回のように食事を行い、菅野智之さんとのことを相談していた。菅野さんと野崎萌香さんの破局後に2人の距離が縮まったのではないかという内容でした。ただ2022年11月10日のポストセブンの記事にて、野崎萌香さんとは食事した以上の進展はなく、現在はメジャー移籍に向け野球に集中していると当時報じられていました。さらに2023年9月9日のポストセブンにて、山本由伸選手と野崎萌香さんは交際にまでは行ってないことが書かれています。山本由伸選手は慎重に恋愛を進めるタイプだそうです。さらに2024年3月2日の週刊実話ウェブにて、野崎萌香さんを山本由伸選手に紹介したのはアテンダーのような人だったといいます。ただ山本由伸選手の周りが別れることを勧め、それに山本由伸選手が従いました。とはいえ、もし山本由伸選手が先発するドジャースの開幕戦で野崎萌香さんが現地観戦してれば、彼女の関係は続いているのではないかと締めくくられていました。野崎の元彼といえば巨人のエース菅野智之が知られており、野崎に対してネット上ではエースキラーの称号が与えられた。まだまだ遊びを知らない山本だが、どうやらアテンダーのような人物が野崎を紹介、野崎に骨抜きにされないかファンが心配したが、活躍を続け見事にメジャー入りを果たした、とプロ野球担当記者は語っています。山本由伸選手のドジャース加入後、専属通訳を公募で採用した園田香織大使が務めることになって話題になったのですが、同誌での報道以後野崎さんとの話は出ていないようです。
2022年2月24日放送の芸能人が合コンを行うヒロミ・指原の恋のお世話始めましたに野崎萌香さんが出演されています。その際に野崎萌香さんは自身の恋愛観を語られていました。料理が好きなのでご飯を作るのが好きです。得意な料理は食べたいって言われたものを作る、言ってもらったものを作るのが好きですと自己紹介していました。好きなタイプについては笑わせてくれてリーダーシップを取ってくれる人が好きですと明かしています。また恋人とかには積極的になれるんですけど、普段はあまり自分から行くタイプではないですと恋愛には消極的な様子だと語りました。さらに過去の恋愛についてはビビってきたものでしか付き合ったことがないんだけど、毎回それが別れているわけだからそのビビってきたものが合っているのかなと思い始めて、私が好きなのかなってわからなくなってきちゃって、好きかどうかわからない状態になっちゃう、もう無理かもみたいになっちゃうとコメントされています。このコメントは菅野さんとのことを話している風にも感じますが、山本由伸選手とのことを指している可能性もあります。山本由伸選手との報道後にこの番組に出演していることを考えると、山本由伸選手とはうまくいかなったのではないかと想像してしまいます。そして同番組にて野崎萌香さんとトロサーモン久保田さんとカップルが成立しています。さてそんな山本由伸選手が移動時に着用携帯している高級ブランド品の数々に一部ファンから賛否の声が上がっているといいます。エルメスのバーキン、ルイ・ヴィトンのリュック、シャネルのバッグなど、メジャー入りしてからブランド志向が見られる山本由伸選手。オリックス・バファローズ時代を知っている関係者によると、給料が上がるにつれて高級時計やネックレスなども含めてブランド物を身につけるようになっていきましたねと、オリックス時代からその傾向はあったようだといいます。また高級車に運転手をつけていましたとも述べています。そんな中、日本時間の3月31日には球団の公式インスタグラムに、車から携帯電話とレディースと見られるシャネルのチェーンバッグを持って本拠地ドジャースタジアム入りする姿がアップされました。するとファンからはかっこいい、似合っているといった好意的なコメントがある一方で、ブランド品のセンスも考えてほしい、結果出してからにしてほしい、シャネルバッグはちょっと恥ずかしすぎるとこれまでから一変して少々辛口なコメントが複数寄せられ、中に派大谷翔平が何で尊敬されているかわかるという声も見られました。無論ファッションは人それぞれの自由であり言い過ぎにも見えるが、この時までの2登板で0勝1敗防御率 7.50 という成績が一部ファンのフラストレーションをためているようでした。世界のスーパースターたちはどんなファッションであってもファッションリーダーへと進化することが多いと言われています。山本選手もドジャースと12年で総額3億2500万ドル約463億円という大型契約を交わしていますが、まだまだ発信力もなければ25歳という若さと日本人特有の気質もあって、こうしたブランド志向にファンがついていけていないのかもしれません。特に発信力に関してはオリックス時代から球団のエースなのにコメントがいつも同じと頭を悩ますメディアも多かったといいます。まずはメジャーで1年間活躍し、同時に発信力も強化していくことで外野からあれこれ言われない選手に育っていってほしいと願うばかりです。いかがだったでしょうか。今回は山本由伸選手の様々なことを調べてきました。まずは韓国人ではないということをしっかり押さえておきます。父親の指導のもと幼い頃から野球に親しみ、ずっと努力されてきたことが分かりました。 MLB で順調に第二の野球人生をスタートさせました。山本由伸選手の今後の活躍にさらに注目していきたいと思います。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。